NHK 軍艦島で変更報道士大炎上先日 NHK が「実感ドドド通翼の島揺れる歴史継承」と題した番組の中で軍艦島を報道しその中で産業遺産情報センター長の加藤幸子さんの発言を紹介しておりましたがこの産業遺産情報センターを運営する一般財団法人 産業遺産国民会議が NHK のインタビューの様子を YouTube で公表し、この NHK の番組が加藤センター長の発言を切り取り変更報道を行ったことが確認されました。NHK は番組の中で重苦しい BGM を流しながら軍艦島についてナレーションで戦時中の同意の歴史を 美化していると国内外から批判があると紹介した直後に加藤幸子さんが全部私にとってみたら正正しいです素晴らしい人生だと思いますそうやって日本の繁栄を支えてきたわけだから負の歴史だなんて言わないでもらいたいと報道しておりましたがこの加藤さんの発言 数分間にわたる発言のごく一部を切り取ったものであり、また NHK の水島大吾ディレクターが個人的な質問をし、このような発言を引き出しており、また水島ディレクターは軍艦島同行、関係ないと質問したにもかかわらず、加藤センター長の発言があたかも軍艦島に関する発言かのように、 放送してししてままったたことが確認されましたそもそも個人的な質問を放送するのはおかしいという話もございますが、こちら NHK の番組制作において、最低でも3つのおかしな問題が発生しておりますので、これは国会で NHK を追及する必要があると思われます。このインタビュー映像については、 動画説明文にリンクを貼っておきますので、ぜひとも皆様確認していただきたいんですが、有志の国会議員の皆様、速やかに NHK を国会において追求する準備を進めていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。